国民自由党は1890年12月21日から1891年7月まで存在した離系政党形成党大同団結運動から排除された旧自由党の党員が結成した。後藤昌二郎を中心として民権派勢力の再結集運動である大同団結運動が進められてきたが、 後藤祥二郎の入閣によって、運動内部における政治的な発言力を失った、大道クラブ内部の強盗系とされる人々が1890年8月24日に、同党を離脱して、新党結成を模索したことに由来する。当初は、大政会への参加や笹とも古昇家門ら九州国権派との新党結成が、検討されて11月1日には大道クラブ、 後藤系と九州国権派を中心として、結成に向けた大懇親会が開催されたが、前者からは参加を拒否され、後者とは一般は、合意に達して12月21日に国民自由党結成に至るものの、直後に決裂して、九州国権派によって離党が宣言される。そのため、やむなく前田かか稲垣示す、八木原茂実、遠藤秀景。 山際七志ら五藤系党員によって運営されることになったものの衆議院に議席を有していたのは前田山際ら5名に過ぎなかった。政府との協調や国権主義色の強い政党であったが離党再結集の動きの中で意見対立が生じて空中分解に至った。ありがとうございます。